じゃあ。うわおおおおおこんにちは。こんにちは。はい、こんにちは。今回はですね、はい、まあステーキ肉を使って料理したいと思います。はい。まああのシンプルにステーキ丼、はい、行きたいと思います。いいじゃないですか。はい、でね、あの神保が肉食いたそうやったけど。今日実は結構ね、いろいろ食ってるんですよ。しかも結構重い、まあ、そうそう主に僕は昼ご飯が重いんですけど。そう、昼ご飯もね、なんかラーメン屋行ってチャーハンとラーメン食ったって。で、その後にチャーハンした時、うん、チャーハン食ってしもったとか言って、チャーハン作る予定やったんですけど、なぜか昼に我慢できてチャーハン食べてしまってラーメン屋さんでお腹いっぱいなんですね。はい、なんで、はい、まあまあやっていきますか。はい、まあね、美味しそうなステーキ丼、はい、私何をしましょう。キャベツをですね、あれでですか、万切り、いや違う違う、もう千切り、はい、千切りでお願いします。なんですか、まあまあ奥千万ですね。そういうこと。何なんですか。これはいいキャベツや。みっしり入ってるわ。詰まっとんね。おーし、さっぱりめ。さっぱりレモン、ネギ、さっぱりめとか言いながら、だってさっきまたつまみ食いしよったやん。これはさっぱりですやん。ですやんって言われて、知りませんよ。これはさっぱりですやん。知りませんよ。この間ね、あの赤身肉がうまくなるよって揚げて、うん、ステーキ、うん、はい、やったけど、マジでめっちゃうまかったもん。うん、今回もやってましたね。うん、ちょっとね、揚げていこうかな。はいはいはい、了解です。焼くではなく油で、油で揚げて。さっき油使わないって言ってたっすよね。どういう、さあ俺の片付けたっすね。俺のもうね、あの悪さや、順番がさっぱりとか言うけど、じゃあ油でいこうかな。じゃあ焼こうか。じゃあ油でいきましょう。じゃあ今回も揚げでやっていきたいと思います。はいはい、まあね、せっかく油があったんで、はい、僕じゃあ千切りしときます。はい、これ向き合っていこう。逆で、逆、うわ、キャベツ泥棒来たよ。こうか、こうか。うん、違う、あの、滑らせる方向がね、こう、うん、そっちから奥に。よし、で、これ揚げる秘訣は高温で、うん、が高温じゃないと油を吸っちゃうんやろね、多分。ああ、もうカリッとしてない。そうそうそう、一瞬ですよね。そういうことか、なんかそういうことじゃ。で、中も多分、神保が言ったようにカリッと、はい、あ、中じゃねえや、外か、もうカリッとならんちゃろうね、あんまり染み込んでベチャっとなったり、よりなんか、うってなりそう。はいはい、で、千切りできました。あ、もうできた。はい、じゃあご飯ついちゃって。あ、もうその段階ですか。え、いいよ。いいんすか。いいよ、もうご飯つぎますね。いいよ、もうその段階ですか。どんぶいにご飯をいっちゃって。よし、ご飯。いやね、いやなんかこれ、うん、これでもなんかこの器に対しては少ないと思ってしまうんです。食べちゃうんですよ。こっち帰ってきてから暴飲暴食を繰り返してますから、マジで。朝昼晩全部ずっとお腹いっぱいです。全部お腹いっぱい。全部お腹いっぱいのに、ご飯もったいないから食べに行くんですよ。じゃあタレ作らせてもらいます。はい。みりんちゃん。みりんちゃん。これうちの。絶対やめた方がいい、それは。絶対やめた方がいい、それ。それ赤ワインですよね。酸っぱくなってたりですね。なんかやばいですやん。酸化防止剤とか入ってたらあれやろうけど。じゃあワインがないということで、今回、はい、すいませんがちょっと、はい、タレは市販のもので、うん、せっかくこの辺にいろいろタレがあったので、うん、こっちでいきたいと思います。ミックスしましょう、そこら辺なんか。あ、そういいね、ブレンドしてオリジナルを、ね、これ後でなんかにしよう。そしてそして、いやなんかね、ワインじゃなくてもあの作れるてやけどさ、はい、もうあのパッと目に入ったけんさ、あの絶対うまいやん、あのタレ。うん、あれなんかどこやったっけな、なんか東北の方やったっけの有名なタレやろ。ああ、
うまい確定が横にあるならもう酒食った方が絶対って思ってしまっちゃった。今回200でいきました。はい、はい、高温やね。高温200。じゃあ上げていきます。はい、あった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 。うわぁ、すごい。ほんとね、これね、揚げ料理だけとね、焼いたようにね、うまいっちゃ。カリッと外もさ、肉の素揚げ。そう、マジでよ。あったあったあった。怖い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 。エンターテイナー。いや、マジマジ。やばいやろあれ。音がすごい。そんなボコボコなります？うわ怖い怖い怖い。あげまーす。すごいことなってる。うわー、これ余熱とかも入るんで思ってるよりちょっと早めにあげた方がで、今回のちょっと油分の多かったに余計なのかもしれない。怖い怖い。本当に怖い。で本当に熱い。あれはええ出汁出てますよ、あの油は。でもマジでうまい。ガッケン。はい。はい。はい。揚げステーキ。揚げステーキ。でまあ簡単なんですけど、ここでよくね油を落としてください。はい、うん、ねえ、うわ、揚げると忘れてた。余熱でいけるじゃないですか。いける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 。頭やっぱ気づいた。うん、いや気づい、何に使うんやろうって思ってね。うわはい、人望。大事大事大事。なんか暴れてますよ。水入ったけどね、油の妖精さんが。棒がない、言うけん。あげます。はい、ガーリック。でもそれ先にやって肉あげたら肉にもさ、ほんまやついたとかな。あー、それ素人の考えやね。出ますわ。もうニンニクの味しかせんことになるけんね。まあ先にあげてもいいんじゃない。さて最後にくぐらせる。いや。よいしょ。ちょっとキッチンペーパーで最後の油をちょっと取ります。はいはい、油に浸したけんね。ほんまに焼いたみたいになってますね。やろう、俺も本当になるととか思ってやったらめっちゃうまかった。こちら切っていきます。はい、うん、さあいかほどでしょうね。あー、いい感じじゃないですか。ザ・ステーキ。いい感じ。レアですね。いきなりステーキや、これ。しかも、これのいいところは、安いお肉がうまくなる。しかも、赤身がうまくなる。で前回買ったやつとかね、ほんとね、1000円ちょっとの安いお肉ば買ってきてもらったんやけど、めちゃくちゃうまかった。うん、で、ご飯にキャベツ引くと、うん、そう。乗せますかね。お願いします。はい、わっさー、ちゃうまそう。野菜多めん取らな、普段取らんから。よし、よいしょ。ステーキじゃん。ステーキや。で、ミニトマトがそこに出てるはずなんで、はい、そいつを開けといてもらうと、はい、マヨ？ちょっとマヨを入れさせてもらいます。はい、結構いきますね。それはちょっと待てや。え、待てや、トマト乗せさせろや。トクちゃんかけます？かける。おお、なんかオシャンティシャレシャレシャランキもうね、
この何年目かにしてようやく見た目っていうのが料理大事っていうのを気づいてきたけんね。はい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 、これは美味しいわ。お腹空いてきた。さっき腹いっぱいって言ったけど、腹水出たよ。しすぎて。よし、はい、いいやん。じゃあ最後に神保が切ってくれたネギをかけてください。はい、バラッと、バラ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 、完成です。はい、はい、食べていきましょう。はい、はい、よし、はい、完成しました。はい、食べていきたいと思います。はい、ステーキ丼、ステーキ丼で、タレはあのこれ多分ね、あの視聴者さんからいただいたやつかな、うん、はい、そうそうそう、ね、中辛とか、これの部分がプレミアム、うん、じゃあプレミアムでいく、いきますか。空いてるしね、はい、うん、ゲンって読むとスタミナゲンって読むのかな。あー、かもしれんね、うん、大工の原産の原と一緒やね。じゃあパッとかけますね。はい、うわ、これ絶対美味しい。うえ、結構かかったね。しみしみや、いきます。うえ、うえ、うまそう。これはうまかばい。はいはい、揚げステーキ丼の揚げステーキ丼、うん、いただきます。いただきます。いただきます。うん、あ、うまうまい、うん、うまい。全部の今までのこの料理の工程を無視するかのごとくタレがうめえ、うん、うまい。結局一番は、あ、うまバランスめっちゃいいぞこれ、うん、タレのうん、あとマヨめっちゃいい。ああ、ちょうどいいんだ。ニンニクも合う。うん、うん、あ、ニンニクもちょうどやね。はい、サクホクホク、うまっ。すっげえ書き込みよいやタレ追加。米にも染み込ませなダメですよ。死ぬぞ。そんな食い方やったら死ぬぞ。うまい。馬だけけんね。馬だけ。食えるうちに食えとかな。そこはあの学ばせてもらいます。もうちょっとしたらもうその油がってなるけん。必ず分かるときの、うん、来るけん。あれ、もっといけたはずなの。まあ、ということで、はい、今回あの以前やった揚げるステーキを今度はステーキ丼にして食べてみました、はい、やっぱり美味しかったです、はい、美味しかったです、はい、まあね、何のお仕事でもないですけどタレもこれ美味しいのでぜひ。美味しかった。もうすでに有名っていう話だけど。そうなんだ。まあいろいろね、うん、美味しいので、はい、やってみてください。はい。はい、お肉美味しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。釣岡プロデュースの海鮮丼屋、ゴルフスタジオを営業しております。海鮮丼屋は吉野ヶ里遺跡公園前、ゴルフスタジオは釣岡ハウスの横で営業しております。ぜひお越しください。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。